ニューヒロインが今年も誕生しました。初優勝、高橋沙耶香プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。今どんなお気持ちですか？すごく嬉しいです。自身10回目の最終日、はい、最終組というスタートでしたけれども、どんな気分で朝を迎えたんでしょう？そうですね、やっぱり緊張はしてたんですけど、今日は、まあ、今までよりもすごくこう落ち着いて、そうですね、今日一日通してゴルフできたなと思います。今大会は初日8アンダーという素晴らしいスタートを切って、常に追われる立場という中で3日間戦ったと思いますけれども、はい、この3日間通してどんな気分でしたか？そうですね、結構ずっとトップっていうのがあんまりなくて、結構ずっと苦しかったんですけど、その中でも自分のプレーをずっとできたのが良かったです。今日はそして最終日、まあ、プレッシャーもあったと思います。1番2番連続ボギーというスタートだったと思うんですが、あのあたりから気持ちの切り替えっていうのはどうやってやっていたんですか？そうですね、まあ、ボギーボギーで、まあ、またいつもの崩す流れなのかなと思ったんですけど、まあ、気持ちを切らさずに、まあ、やってたら2連続で OK バーディーが取れたので、そこでなんかいつもと違うなって自分でも思えたので、そこからは結構そうですね、緊張とかはそこからあんまりなくなって、本当に自分らしいショットでずっとできたので、そうですね、良かったです。はい、見事な初優勝でした。この気持ちは今誰に伝えたいですか？一番初めにやっぱりはずっとそばで支えてくれた両親に感謝の気持ちを伝えたいです。